この動画は前編、第4世代までの続きです。まだ見ていない方はぜひ先にご覧ください。続いて第5世代、新ポケモンは多いものの新しい進化方法は少なく一つのみ。特定のポケモンと通信交換すると進化。チョボマキとカブルモだね。チョボマキが脱いだ殻をカブルモが被って進化するので、この組み合わせでしか進化しません。また、片方が変わらずの石を持っている場合、もう一方も進化しないようになっています。チョボマキだけ一方的に脱ぐみたいなことはできない。続いて第6世代、3DS 本体に設定された地域情報によって進化後の姿が変化。多分ノリで作っている。古風雷がレベル12で進化するときに、その古風雷が最初に捕まえられたソフトに設定された地域によって、ビビオンの姿が変化します。他の 3DS 本体やデータに移しても最初の姿で固定。合計で20種類の姿が存在し、このうち日本で入手できるのは、北海道と青森県で入手できる雪原の模様、長崎県で入手できる大陸の模様、沖縄県で入手できるスコールの模様、それ以外の地域の雅の模様の4種類です。公式絵の花園の模様はフランス限定。スカーレット・バイオレットではもともと配布限定だったファンシーな模様が普通に入手できるようになりました。パルデア地方は不思議な土地らしい。第7世代までに捕まえた古風雷を進化させる場合は元の設定が優先されます。ポケモン GO においてはギフトに付属するポストカードをピン止めすることで、メダルがもらえるようになっています。ギフトが送られてきた地域と連動。そしてメダルのランクを上げるとコフキムシが出現、進化先の姿は固定されています。通常の野生ポケモンとしては出現しない。そしてこのポストカードはスカーレット・バイオレットに送ることができ、スカーレット・バイオレット側で対応した姿のビビオンを入手できます。進化も野生も両方対応。続いて特定のタイプのポケモンが手持ちにいる時にレベルアップすると進化。タマンタに似ている。レベル32以上で手持ちに悪タイプのポケモンがいる時にレベルアップすると進化するヤンチャムのみが該当します。ヤンチャムは格闘単タイプ。他のポケモンに染まって悪格闘タイプのゴロンダに進化。サンヤソードの説明文はこれらを反映させたものになっています。続いてレベルアップするときにゲーム機本体を逆さまにすると進化。ハードの新機能をまたも採用。こちらはまあいいかのみが該当。レベル30以上である必要があります。スイッチのテーブルモードや TV モードで進化できないのが面倒。ちなみにレベルアップしたときにゲーム機を逆さまにする必要がある仕様上、レベル100に不思議な飴を使っても進化できません。続いて特定の時間帯の時にレベルアップすると進化。時間だけが条件なのは意外にもこれまでいなかった。朝昼にレベル39で進化するキゴラス、夜にレベル39で進化するアマルス、朝昼にレベル20で進化するヤングース、夜にレベル20で進化するアローラコラッタ、朝昼にレベル34で進化するカリキリ、アローラ地方で夜にレベル28で進化するカラカラ、夕方にレベル25で進化する特性がマイペースのイワンコ、夜にレベル35で進化するガラルマッスグマ、夜にレベル30で進化するボチ、と計9種類が該当します。杖の関係に使われているのが結構多いね。続いて仲良し度が高い時にフェアリータイプの技を覚えてレベルアップすると進化。EV からニンフィアの進化。第7世代まではハート2つ、内部的には50以上で進化していたのですが、第8世代以降はそれまで夏季進化だったポケモンに合わせて160以上になっています。これまでの夏季度と同じ条件で上昇するようになった。ちなみに EV が進化条件を複数満たしている場合、リーフィアとグレイシアが最も優先され、次にニンフィア、エーフとブラッキーが最も優先度が低くなっています。まあ合理的。続いて特定の天候でのみ進化。と言いつつまあ雨だけ。雨が降っているマップでレベル50以上のヌメールがレベルアップするとヌメルゴンに進化します。雨乞いなどで戦闘中に雨を降らしても無意味なのが結構面倒。ヌメールには翡翠の姿が存在しますが、こちらも同じ条件で進化します。続いて第7世代、特定の時間帯かつゲームのバージョンによって進化。第7世代のみ該当。イワンコは3、ウルトラ3で朝昼の時に真昼の姿、ムーン、ウルトラムーンで夜の時に真夜中の姿に進化します。野生ではバージョン関係なく出現。第8世代以降はソフトに関係なく時間帯さえ合えばどちらの姿にも進化できます。続いてゲームのバージョンによって進化先が分岐。似たようなのが連続。こちらはコスモームのみが該当。レベル53の時に3、ウルトラ3、ソード、スカーレットならソルガレオ、ムーン、ウルトラムーン、シールド、バイオレットならルナーラに進化します。こっちは時間が関係なくて第8世代以降も継続。続いてポケモン GO でのみ進化可能。GO 初出の特権。メルタンのみが該当し、アメ400個で進化します。本編へと連れてくると積み。本編側では進化情報そのものが設定されていないのか、メルタンに進化の奇跡を持たせても効果が発揮されません。リングマやオドシシがスカーレット・バイオレットでも進化の奇跡が適用されるのとは逆だね。続いてソードシールド。まずは性格によって進化先の姿が分岐。性格診断。エレズンがレベル30の時にストリンガーに進化し、上記の表の通りに灰の姿、ローの姿に分岐します。陰気な性格だとローになる。続いて1回の戦闘中に3回急所に当てると進化。専用アイテムを有効活用。当てはまるのはガラルカモネギ。ネギがないとへと進化します。
長ネギを持たせれば急所ランクが2上昇するから普通の技も 50% で急所に当たる。レベルアップする必要はないものの経験値を入手する必要があり、逃げると進化できません。続いて49以上のダメージを受けて砂銀の窪地のゲートを通ると進化。間違いなく最難関。ガラルデスマスからデスバーンへの進化のみ該当します。累計ダメージで瀕死にならなければ回復してもいいからレベル1でも進化できる。続いてアメ細工を持たせて主人公を回転させると進化。お菓子を作ろう。魔法見るのみが該当し、持たせたアメ細工、回転した方向、回転した時間によって、63種類の姿に分岐します。公式絵はイチゴアメ細工のミルキーバニラ。続いて仲良し度が高い時に特定の時間帯でレベルアップすると進化。夏木戸と時間が条件のものとまあ同じだね。夏木戸から仲良し度に変更されたもの以外では、ユッハミが夜の時にモスノーへと進化するもののみが新規の組み合わせです。続いて掛け軸を見せると進化。ダクマからウーラオスへの進化が該当し、悪の掛け軸を見せると一撃の型、水の掛け軸を見せると連撃の型へと進化します。スカーレット・バイオレットではなぜかセリに掛け軸が流出。続いてレジェンズ・アルセウス、特定の早技を20回使用して進化。図鑑タスクがヒントになっている。脅し師がバリアーラッシュの早技を20回使用すると怪し師に進化できるようになります。早技の概念が存在しないスカーレット・バイオレットだと進化できない。続いて反動ダメージを294以上受けて進化。こっちもタスクがヒント。白筋の姿のバスラオから偉大刀への進化に使用されており、294という数値は日誌の語呂合わせだと考えられます。スカーレット・バイオレットだとレベルアップも必要だけど同じ条件で進化可能。続いて特定の力技を20回使用して進化。やっぱりタスクがヒント。翡翠ハリー戦が毒針千本の力技を20回使用するとハリーマンに進化できるようになります。スカーレット・バイオレットでは脅し同様進化可能だったのですが、青の円盤リリース以降毒針千本を覚えている状態でレベルアップすれば進化するようになりました。ブルーベリー学園に翡翠ハリー戦がいるからだけど脅しと一貫性がない。最新作スカーレット・バイオレット、まずはレッツゴーで戦歩歩いてからレベルアップすると進化。他のポケモンを連れ歩くとリセット。パモット、あの草、シガロコが該当します。実はこれらのカウンターは主人公側に設定されておりこれらのポケモンを進化させた後に、別個体を戦闘にしてレベルアップさせれば即座に進化させることができます。まとめて進化させたい場合には重要になるね。続いて戦闘でレベルアップすると進化。不思議な雨や経験雨では進化できない。ワッカネズミがレベル25でイッカネズミに進化します。戦闘に直接参加する場合は普通に進化演出が挟まるのですが、参加せずに経験値を得た場合は戦闘終了後演出なしでいつの間にか進化します。ある意味前代未聞。戦術のノコッチとこのワッカネズミはこれ以外にも特殊な仕様を持っていて、それが暗号化定数の値によって進化先の姿が分岐するというもの。ケムッソみたいに予測不可能。ワッカネズミから一カネズミに進化するとき200分の1の確率で3匹家族になり、それ以外の 99% では4匹家族になります。同様にノコッチからノココッチに進化するとき200分の1の確率で三つ節フォルムになり、それ以外の 99% では二節フォルムになります。なんとも言えない偏り、ケムッソのものとは異なり暗号化定数を直接100で割った余りを計算しているため、第4世代までに捕獲したノコッチの進化先は予測できてしまうという問題が存在します。続いてユニオンサークルに参加中にレベルアップすると進化。友達が必要不可欠。ユニオンサークル参加中に何イルカがレベル38以上にレベルアップするとイルカマンに進化します。イルカマンが仲間というものを大切にしているからと考えられるね。続いて特定の技を20回使用してからレベルアップすると進化。早技か力技使用で進化のアッシュ。ホコリザルがフンドの拳を20回使用してからレベルアップするとこのヨザルに進化します。あからさまにこれまで見たことない技を覚えるから気づきやすくはある。続いて頭の印を持っているキリキザンを3体以上倒してからレベルアップすると進化。同族を倒して進化。キリキザンからドドゲザンへの進化が該当します。ちなみにこのアイテムを持っているのは小刀を率いているキリキザンだけなのですが、普通のキリキザンに対してトリックなどを使用してから倒しても進化の効果を得られます。戦闘終了後には頭の印は戻ってくるね。そして最後、コレクレイのコインが999枚溜まっている時にレベルアップすると進化。全国図鑑ナンバー999と1000。その名前の通りコレクレイからサーフ号への進化が該当します。コレクレイは箱フォルムと徒歩フォルムの2種類があるけどどちらでも進化できる。当然ながら一度進化させるとコレクレイのコインはなくなります。キャンプルタウンにいる清掃員がバッグに入りきらない分を持ってくれているね。いかがだったでしょうか。後の世代になればなるほど各ポケモンに個性を持たせようとして複雑化しているのがよくわかったね。この動画が面白かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、解説してほしい内容がありましたら気軽にコメントしてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。